マリ・バシュキル・テフことマリア・コンスタンチノブ・ナ・バシュキル・ゼバは、ウクライナ出身の女性画家、彫刻家、日記作家。ノボロシアのポルタバ近郊、ガブロンチに、富裕なロシア人貴族の家庭に生まれ、母親に連れられ、欧州各地で育つ。個人指導で教育を受けたが、フランスで、当時女学生を受け入れた数少ない機関である、アカデミー・ジュリアンに入塾して、絵画を学ぶ。 この美術学校には、欧米各地の若い女性が集っており、中でもルイーズ・カトリーヌ・ブレスラウを、バシュキル・テフはライバル視していた。バシュキル・テフは、短い生涯のうちに、かなりの量の作品を残しており、パリの貧民街の子供たちの姿を描いた、集合や、女性画家仲間の群像である、アトリエにて、は、とりわけ名高い。不幸にも、 バシュキルゼフの作品の大半は第二次世界大戦中にナチスドイツによって破壊されたマリ・バシュキルゼフアトリエにてバシュキルゼフ自身は右端の黒子をまとった女性であるバシュキルゼフは13歳から日記をつけておりこのため文筆家として最も名高い女性芸術家の戦いについての彼女の個人的評価は公表された日記にも記されており ブルジョア女性の内面を狙い合わせる物語となっている。驚くほど明け透けな日記を残したカナダ人メアリー・マクレーンはバシュキル・テフの日記に霊感を受けていた。ギ・ド・モーパッサンとの往復書簡を含む書簡集は1891年に出版された。フェミニストとして1881年にポーリーヌ・オレル名義でユベルティーヌ・オークレールのフェミニズム新聞。 女性市民に何度か寄稿した。我々女は犬を愛することにしよう。犬だけを愛しよう。男と猫は創作に値しないという発言は有名になった。バシュキルツェフの墓結核のため25歳で養成したが、1880年代、パリの知的な社会の一員となるには十分な時間を持つことができた。泣き殻はパッシー墓地に葬られた。 近年までバシュキル・ゼフは1860年生まれとされてきた。しかしながらバシュキル・ゼフの日記の実質原本がフランス国立図書館において発見され、日記が遺族によって検閲され、短縮されていたことが明るみに出た。1860年生まれというのも母親によるでっち上げだった。この短縮版はフランスで16巻に分割されて出版されており、 小6は英語に翻訳された。ボッシュカートセフ、マリエモジャーナル、ボリュームツッパイテクストアンタグラルトラクレットパールジネット、アポストレスク、モンテッソン、セルクルでアミでマリエボッシュカートセフ。 2005-1ボリューム21センチメートルインデックスデラマイ -20051207 から57368-848.803マイナスウーブル ISBN2 から9518398から5から522ユーロエアン9長7829億5183万9 8 5 4アイアムザモーストインタレス r ィングブックオブオール。 ザ・ダイアリー・オブ・マリエボ・シュッ e カートセフ ISBN 0 8 1 1 8 0 2 4 8 i s b n 978から0 8 1 1 8 0 2 4 6パブリッシャークロニクルブックスクローニンビンセントフォーウィメインパースートオブアンイディアルロンドンコリンズ1965オルソーパブリッシュドアズザロマンティックウェイボストンフォートミフリン1966 ありがとうございます。